皆さんこんにちは。アリチャンネルのみどりです。今日は花抜き渓谷、聞こえるかな、花抜き渓谷に来ています。今日は花抜き渓谷から登山に行ってきます。それではどうぞ。花抜き渓谷とは茨城県高萩市にある渓谷のことです。もみじの名所として知られています。今日は花抜き駐車場から潮見滝吊り橋の方へ渡り、そこから土岳登山をしていきます。土岳の山頂標高は599メートル。滑落するような危険な場所はないとは言われていますが、結構急な岩場を登るとされているので、気をつけて行ってきます。花抜き駐車場から来ました。吊り橋の方へ行ってきます。吊り橋が見えてきました。うわ、すごい吊り橋なんてあんまり渡ることないから、怖い怖い。萩間キャンプ場の方へ進みます。今潮見滝吊り橋を渡ってキャンプ場の方に歩いてます。なだらかな傾斜を上がってる形です。結構花抜き渓谷の観光客の方はちらほらいらっしゃるんですけど、登山の人は少なそう。ちょっと開けたところに来たらめっちゃ綺麗ですよ。わかるかな。水場はいいですね。なんかちょっとした小屋、フェリーかな、小屋みたいなところに来ました。まだ登り始めてね、15分ぐらい。めちゃくちゃトイレの綺麗でした。あら綺麗。ね、綺麗だね。うん、新しいね。15分ぐらいですかね。駐車場から歩いて花抜き渓谷抜けて、この土岳山登山口を登っていきます。最初は階段な感じですね。頑張ってきます。もうね、せせらぎの音などは聞こえなくなって、山の中に入ったらすごく静かです。今ね、結構急なところを登ってます。わかるかな。一個一個の石が大きいので少し大変です。登り始めて、40分ぐらいで440メートルだ。いやまだ見晴らしはちょっと。
カメラをしまって今度は GoPro で撮影していきます。もう一息、七つ岩山頂欅平、あと山頂まで10分くらいです。あと頂上まで10分くらいだそうです。今ね、なだらか、七つ岩晩秋冬早春限定だそうです。で500、標高が576です。頂上に着きました。あー、すごい開けてる、すごい。開けてる、めっちゃ手入れされてる。おー、展望台があるので後で登っていきますね。土岳山 599.7m、 頂上に着きました。ここはキャンプ場なんですね。すごい綺麗。展望台行こう。展望台、欅太郎キャンプ場、あ、すごい巨大な石が出てきました。クジラ石。土岳のクジラ石、こっちから見るとクジラですね。すごい大きいクジラ石。よし、いいか。あと何があるんだろう、この先には。なんかドーナツみたいだからってことね。すごいイノシシがちょっと好きそうな場所だけども、
足跡見ちゃうよこんなの。足跡はなさそう。欅太郎。あ、これが太郎なのかな、もしかして。散っちゃったか。すごい大きな欅の木があります。気づかないぐらい大きかったね。これがきっと欅太郎さんなのね。奥トイレじゃないかな、うん、あ、結構すごくなんか山は。あーすごい綺麗、海。おやつタイム。おやつを食べたので、この後また花抜き渓谷の方に戻ります。あの道を戻ります。花子さんがいました。向こうのいた太郎と菅井なんですかね。渓谷のところまで戻ってきました。10時ぐらいにここを通って、今2時なので上行ってご飯食べて、おやつ食べて戻ってきて約4時間ぐらいでした。行ってたんだろうよ。そうだよね。待ってよ、手長くして今ちょっと持ってみたら、嬉しい。あ、うま、うん。